海と日本プロジェクト。自分にとって、海は遊び場です。ちっちゃい子ってプールとか水遊び好きですよね。で、あの時と同じ気分じゃないですかね、年取っても。波に乗る自体はもう江戸時代の文献にも載ってるみたいで、かなり古くから中学生の頃も波乗りしている姿を見たし、こういう遊びってあるのかっていう、こういうスポーツってあるのかっていう感じでしたね。全然テレビとかでも見たことなかったんで。その江戸時代の文献によると、なんか船に使ってる板切れ、それでやってたっていうことでしたけれども、いや初めてやってたっていうのがすごい自慢になります。とにかく海っていろんなものが流れ着くというか、流れ着くそのものを生み出してるのは人間なんでしょうけども、どうしても海にこう流れ着いてくるんで、やっぱりゴミがいっぱいあるところっていうのは気分は良くないですよね。我々海で遊んでるメンバーがとにかく海を汚さないこと、とにかくこう海で楽しく遊びに来る人たちもこうゴミを放置していかないような、そういうような取り組みはしてみたいですね。僕たちが本当に子供の頃に遊んだような、本当に海辺で貝を取ったり魚を取ったり釣りしたり、そういうふうなことができる海であってほしいですね。いつまでもいつまでも青い海でやってほしいし、それが一番ですね。海と日本。